俺が俺にオンディマン。一日の最後はビールを。ああ飲んで締めたい。メグウィンだ。というわけで皆さん覚えてますか。私メグウィン、あれ、あいやいや大丈夫大丈夫、まあ、私メグウィン、こちら86を随時探しております。これ行ってきました、新しいところ、新しい86ね、こちら2012年式で2万9000ぐらい走ってるんですよ。でしかもこれね、もうあの前回と比べて見てください、あのね、うちの妻いわく下品なエアロが取れまして上品になっております。でこれ妻ケンちゃん後ろにねウイングがついてるけどだいぶ小さくなったんで外装 OK ですっていうかで OK いただきました。なんとでもこの86ね、プレートが86になってるんですよ。オーナーの人がすごくいい、すごく面白いオーナーだったね。私もここで買おうと思いました。なんと値段も196万っていうことで、前回よりも50万円以上安くなってる。もうこれ買いますよ、もう私。そんなことあんないし、乗れれば。もう何よりも毎日がいいって言ってんで、早いことこれ決めたいと思った。でも、最終審査がありました。めぐい TV は世界一！そのね、最終審査が何かというと、やっぱり、ベビーシートなんですよ。白くにベビーシートってマジでと。いや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 、これちょっと強引すぎるでしょって言ったら、いやでもあなたはこれ乗るんでしょと。これ乗るってことは、ここにベビーシートが乗んなかったら、マリコが乗んなかったら、これファミリーで乗れないよっていうふうに言われたんで、しょうがないから、ベビーシートをもうこのスポーツカーのよ、4人乗りのよ、もうギュッギュッのとこにこう、グイッこう入れたら、意外とハマるんですよ。ああ、よかったよかったよかった。ハマるハマるハマる。でも、ケンちゃん待って、つって。これでマリコちゃんが嫌がった場合には、これはもうなしよっていうので、一回これをこうつけて、マリコちゃんをどんな顔してるのか見てみたんです。それがこちら。はい。これね、ちょっと透明でわかんないんで、拡大してみるとこちらになります。おマリコちゃん、ニッコリ！あお！というわけでですね、メグエン、ここのお店で、この86、購入することにしました。今、書類をね、頑張って作っております。あとだから4月の頭にはなんとか納車できるように頑張りたいと思ってますんで、皆さん楽しみにしておいてください。マジで。